奇跡の夜、ナンバーアンダーラインアイのボンがエムステに舞い降りた感動の瞬間。エムステ史上最大の感動。ナンバーアンダーラインアイのボンが明かした新たな音楽の可能性。テレビの前で待ち構える視聴者たちの心は高鳴っていた。日本を代表する音楽番組、ミュージックステーション、ハッシュタグエムステの時間がやってきたのだ。この夜の主役は、神秘的なユニット、 ナンバーアンダーラインアイによる最新曲、ボン、の初披露だ。スタジオは期待と興奮に包まれ、彼らの登場を待ちわびる歓声で満ちていた。ミュージックステーションの舞台に立つ3人の姿が現れると、観客の歓声が一層大きくなった。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの3人が織りなすユニットナンバーアンダーラインアイは、その登場だけでスタジオを華やかに変えた。 平野のユーモラスなヤギの挨拶、騎士の茶目っ気たっぷりな仕草、そして神宮寺の温かさが彼らの個性を際立たせた。それぞれが異なる魅力を持ちながらも、完璧に調和し一つのユニットとして輝きを放っていた。ナンバーアンダーライン・アイが披露した最新曲ボンは、平野章のプロデュースによる作品だ。振付師と何度も相談を重ねながら、キャッチーで簡単なサビの振付が生まれた。 イントロから始まる独特な音が印象的で、特にサビ部分のメロディーは耳に残る。岸優ユタも曲を覚えて一緒に踊れるようになると意気込んでいた。ボンの初披露は期待を超える成功を収めた。イントロから響く和のテイストを感じさせる音が視聴者を瞬時に引き込んだ。そしてエネルギッシュなダンスパフォーマンスが展開される様子は圧巻だった。 特に平野翔の胸の動きには驚嘆の声が上がり、そのパフォーマンスに魅了された観客たちは、彼らのエネルギーと想像力に感嘆した。ボンは非常に難しい曲であり、ダンスも一筋縄ではいかないと評された。しかし、その難解さが逆に視聴者の心をつかみ、何度も繰り返し見たくなる魅力を生んだ。楽屋での様子を伝える、ハッシュタグウラスてでは、ファンの一人が、騎士さん。 きっと踊れません。と笑いながらコメントを残し、そのユーモアが一層楽曲の難しさと魅力を際立たせた。ファンの反応は熱狂的だった。イントロから和の音が響き、まるでお経のような不思議な雰囲気を醸し出していたが、その後の展開は全く予想外のものであった。ファンはダンスの複雑さと美しさに圧倒され、何度も見返したいと感じた。 歌詞にはファンとの関係を盆栽が育つ様子に重ねた表現があり、これはファンとの絆を大切にしながら、常に新しい挑戦を続ける彼らの姿勢を象徴している。平野翔はユニットのプロデューサーとしても才能を発揮している。彼のビジョンは、単なる音楽やダンスにとどまらず、視覚的、聴覚的に一体となった体験をファンに提供することにある。そのため、 ナンバーアンダーラインアイの楽曲やパフォーマンスは常に期待を超える新鮮さを持ち、視聴者を魅了してやまない。ナンバーアンダーラインアイのボンの成功は彼らの努力とチームワークの賜物である。楽曲制作の過程でのエピソードや振り付けの練習での苦労話など、彼らの人間味あふれるストーリーがファンに感動を与えた。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは常にファンとの交流を大切にしており、 SNS やイベントを通じて直接的なコミュニケーションを図っている。これが彼らの成長と進化に欠かせない要素である。ナンバーアンダーライン l i の目標は日本国内に留まらず国際的な舞台へと進出することである。彼らの音楽とパフォーマンスは言語の壁を越えて多くの人々に感動を与える力を持っている。例えば YouTube や SNS を通じて 彼らのパフォーマンスが世界中に配信され、多くの海外ファンを獲得している。国際的な音楽フェスティバルやイベントへの参加も視野に入れ、彼らはさらに大きな舞台でその才能を発揮しようとしている。ボンの成功により、ナンバーアンダーライン愛は新たな高みへと進もうとしています。彼らの音楽とパフォーマンスは、ファンとの絆を深めると同時に、新しい挑戦を続けることで進化を続けています。 ファンとの強い結びつきが彼らの創作活動において重要なインスピレーション源となっているのです。例えば、平野翔がプロデュースしたボンは、ファンの意見や希望を取り入れ、それを創作に反映させた結果、ファンの期待を超える作品となりました。このように、ファンとの交流が彼らの音楽制作において重要な役割を果たしています。彼らはファンの声を大切にし、その声を反映させることで、 より魅力的で共感を呼ぶ作品を生み出しています。ナンバーアンダーラインアイ I は日本国内にとどまらず国際的な舞台へと進出することを目指しています。彼らの音楽とパフォーマンスは言語の壁を越えて多くの人々に感動を与える力を持っています。SNS や YouTube を通じて彼らのパフォーマンスが世界中に配信され多くの海外ファンを獲得しています。彼らの目標は 国際的な音楽フェスティバルやイベントに参加し、さらに大きな舞台でその才能を発揮することです。ナンバーアンダーライン愛の未来は無限の可能性に満ちています。彼らは音楽とダンスを通じて、ファンに感動と興奮を届けることを使命としています。今後も常に新しい挑戦を続け、ファンとの絆を深めながら成長していくことでしょう。彼らの次なるプロジェクトがどのようなものになるのか、 ファンとしては目が離せません。新曲のリリースやライブパフォーマンス、さらには映像作品など、様々な形で彼らの魅力を発信していくことが期待されています。n ンバーアン Underline I は音楽業界に新しい風を吹き込み続けています。彼らの楽曲やパフォーマンスは、伝統と革新を融合させたものであり、これまでにない新鮮な体験を提供しています。例えば、ボンのような楽曲は、 和の要素を取り入れながらも、モダンなビートとエネルギッシュなダンスを融合させています。このアプローチは、国内外のファンに大きなインパクトを与え、彼らの音楽が持つ普遍的な魅力を証明しています。彼らの目標は、国際的な舞台に立ち、世界中のファンにその魅力を届けることです。国際的な音楽フェスティバルやイベントへの参加を視野に入れ、さらに大きな舞台でその才能を発揮することでしょう。 彼らの未来は無限の可能性に満ちています。ナンバーアンダーライン愛の冒険はこれからも続きます。彼らは常に新しい挑戦を求め、ファンとの絆を深めながら成長し続けるでしょう。彼らの次なるプロジェクトがどのようなものになるのか、私たちは期待に胸を膨らませながら待ちましょう。ボンを通じて彼らの音楽とパフォーマンスに触れたあなたは、どのような感動を覚えましたか 今後の彼らの活動にどんな期待を抱いていますかあなたの意見や感想をぜひ教えてください。彼らと共にさらなる冒険の旅を続けていきましょう。彼らの音楽があなたの日常にどのような色を加えているのか、ぜひシェアしてください。彼らの成長を見守り、応援し続けることで、私たちもまた新たな感動を共有していけるでしょう。未来への期待を胸に、 ナンバーアンダーライン愛の次なるステージを共に楽しみましょう。次に彼らがどんなサプライズを用意しているのか、ワクワクしながら待ちましょう。そして、その瞬間を一緒に分かち合いましょう。一緒に彼らの成長を見守り、応援し続けることで、私たちもまた新たな感動を共有していけることでしょう。未来への期待を胸に、ナンバーアンダーライン愛の次なるステージを共に楽しみましょう。 次に彼らがどんなサプライズを用意しているのか、ワクワクしながら待ちましょう。そして、その瞬間を一緒に分かち合いましょう。あなたの心を震わせる音楽と共に、ナンバーアンダーライン愛の冒険は続きます。